はな、おやつ食べよう。あ、ちょっと待って。うわ、部長からだ。今日モンハンサボったから怒ってんだろうな。嫌だな。もしもし。おい、お前なんで今日狩りに来なかったんだよ。無断欠席は許さないって言ったはずだろ。ごめん、今日は妹の面倒見ないとで、さっき保育園まで迎えに行ってたんだ。言い訳をするな。俺たちはチームで動いてるんだぞ。お前のせいで今日秋広が死んだんだぞ。それはごめん。それで今後どうしていくんだ。どうするって？お前がサボってるうちにな、俺たちはどんどん強くなっているんだぞ。その穴埋めをしようと思わないのか。でも妹の面倒を見ないとだから。そんなの俺たちが見るよ。頼ってくれよ。俺たち仲間だろ。その間にお前は自分のことに集中しろ。部長、当たり前だろ。ワンフォアワン、オールフォアワンだろ。ありがとう。あ、花、どうした？妹がモンハンとカセットを、まさかバキバキに。道具の管理は徹底しろと言ったはずだろう。自己管理にもつながるんだぞ。俺どうしたら。仕方ない。しばらくは俺のカセットを使え。でもそれじゃ部長が。大丈夫だ。部員のために部長である俺はアルバイトをする。そんな無茶な。文化祭の準備でさえ何一つできなかった部長がアルバイトなんて。それとこれとは訳が違うだろ。ゲームのためなら何だってできる。それが俺ら帰宅部だろ。部長、そこまでして。確かモンハンは4,860円。コンビニで5時間働けば稼げるだろ。任せとけって。本当にありがとう部長。花、おやつ食べよっか。ったく、部長も大変だぜ。あ、ママ5000円ちょうだい。